どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルが2021年の6月14日からですね開始したお子様向けのねプランである M パスポートっていうね特典があるわけなんですけども、こちらの解説をですねやっていきたいというふうに思います。で、今回のね動画なんですけども、まあ、対象はねお子様向けのねプランっていう風になっておりますので、もしねお子様連れてマリオットボンボンホテルね利用されない方はですね、あんまりね聞いたところですね有益にならないかなっていう風に思いますので、この点はね覚えておいてください。それではですね、実際にね内容入っていきたいなという風に思うわけなんですけども、公式サイトにはですねこんな感じでね記載がありまして、アジア太平洋地域のマリオットホテルではお子様連れで旅行するご家族に刺激的なワクワクするような体験の数々をお楽しみいただける M パスポートプログラムを用意していますということで、利用できるね特典に関してなんですけども、お子様向けのねトートバッグがもらえたりですね、お子様向けの客室アメニティ、またねコネクティングルームの保証、こちらはですね2室以上ね利用された場合に、コネクティングルームってありますの分かりますかね、隣同士に、ね、なっている客室で、その間にですね扉があって、まあ行き来がねできるっていうのがこのコネクティングルームっていうやつなんですけども、まあこちらはね2室以上予約していただくと保証していただけるっていった形になります。こちらもねちょっと問い合わせさせていただきましたけども、空室状況によるというふうになります。またねアーリーチェックインとチェックアウトもですね利用することができます。こちらもですね空室状況によって利用することができるっていった形になります。またね12歳以下のお子様の食事がね無料っていった形になりまして、最大2名様もですねキッズメニューから利用することができるっていった形になるんですよね。でこちらがね M パスポートっていうふうになりまして、結構可愛いですよね。まあこちらのねあのマスコットキャラクターがですねフクロウ応援っていうねマスコットキャラクターらしいんですけども、まあこちらがねパスポートで、こちらをもらってですねスタンプラリーであったりホテルが行っているアクティビティの方がですね利用することができるっていった形になります。ちょっとね話は変わるんですけども、先日ね私リッツカールトン日光ねこちらの動画で利用させていただいたんですけども、こちらもですねキッズプログラムっていうのがねありまして、まあこちらはね今回の M パスポートは別で、ただ単にリッツカールトン日光で行われているねキッズプログラムっていうふうになるわけなんですけども、一緒にねスタンプラリーをしてですねスタンプを集めると子供にねアイスクリームがもらえるということで、息子もね一緒にスタンプラリー集めてですねアイスいただいたっていった形になるんですよね。まあこういった特典もですねリッツカールトン日光にはねあったりするんですけども、やはりね小さいね子供を連れてマリオットボンボンホテルね利用するときに、まあ、こんな感じのねサービスがあると子供もねすごいね楽しめるっていった形になりますんで、いいですよね。まあちょっとね話がずれてしまいましたけども、 M パスポートのね対象のホテルなんですけども、こんな感じになっております。東京マリオットホテル、伊豆マリオットホテル、富士マリオットホテル、山中湖、軽井沢、琵琶湖、南紀白浜、名古屋マリオット、大阪マリオット、宮古ホテルということで、まあこのところでですね今回のこの M パスポートのねプランが利用することができるっていった味になるんですよね。でですね実際の利用方法なんですけども、マリオットボンボンホテルには予約画面にねプロモーションコードっていうのが入れるところがありますよね。まあ今回のねこの M パスポートプランもプロモーションコードをね入れて利用していただくっていう風になりまして、ちょっとねここにスマートフォンアプリのね画面出しておきますけども、マリオットボンボンのねスマートフォンアプリを入れていただいて予約するっていうところをね押していただきますよね。まあ今回はねちょっと先ほど検索ねさせていただいたんで大阪マリオットでね入れさせていただきますけども、この空室状況を検索っていうところから日付をね選んでいただきます。まあちょっとね、適当に選びましょう。来週の土日とかにしましょうかね。で、1名1室2名にしてもらって、この最低利用料金のところですね。でここの一番下にですねプロモーションコードね入れていただく欄がありますので、こちらにね ZJ5 っていうねプロモーションコードを入れていただきます。そしてですね一番下に適用っていうのがあると思いますので、こちらをクリックしていただくとこのプロモーションコードにね追加っていう風になりますので、私はねちょっと先ほど入れておりますのでここにあると思うんですけども、こちらをチェックしていただいて適用ね押していただきます。そうするとですね検索していただくとこんな感じでね出てこないですね。ちょっと日付を変えましょう。ちょっとこのプランなんですけど、ちょこちょこね調べたんですけども、設定のねある
人ない日がね結構あるみたいで、7月3日から4日に変えたらね出てきましたね。 JetJ5 っていうのがね一番上にあると思うんですけども、最低、パッケージ料金が 54,529 円、ZJ5 が 84,333 円ということで、まあこんな感じでですね、プロモーションコードを入れていただくとプランがね出てくるっていった形になります。それではね実際の利用料金なんですけども、ちょっとね私の方で利用できる週末で検索した金額がこちらっていった形になるんですよね。で毎回言ってますけども、こちらね一応参考程度にね見ていただければなというふうに思っておりまして、まあ東京マリオットホテルであれば 33,366 円で、今回の M パスポートプランですね 54,886 円ということで、まあ最低利用金額とこの M パスポートプランをね比較していただくと 21,520 円ね、この M パスポートプランは高いって言った形になるんですよね。まあこちらね見ていただくと一目瞭然なんですけども、ほとんどのホテルですね通常料金よりかは高いね設定って言った形になるんですよね。またね倍以上のね価格が跳ね上がるようなねホテルもあるって言った形になりますんで、まあ、今回のね M パスポートプランっていうのはですね、まあ、気軽にね利用するっていうよりかは、まあ、お子様のですね誕生日とか、まあ、そういった記念日とかにねこのプランで予約していただいて、ホテルのアクティビティで楽しんでもらうみたいなね、そんな感じでね利用してみていただければねいいのではないのかなというふうに思いますね。ちょっと今回ねこちら発表されて検索してみたらですねかなり高かったので、ちょっとびっくりだったわけなんですけども、まあ私自身ですね実際に利用するっていうのはねちょっと微妙なラインなんですよね。もしね私の動画ね見ていただいている方で、この M パスポートプランの実際の利用の様子っていうのね見てみたいっていう方がいらっしゃいましたらですね、ちょっとねこのプランで予約ねさせていただいて、息子連れてね行ってきたいというふうに思いますので、ぜひねコメントいただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボイホテルが新しくね開始した M パスポートプランについて解説ねさせていただいたわけなんですけども、このマリオットボンボイホテルっていうのはですね、お子様連れの添い寝っていうのはかなりね寛容っていった形になるんですよね。まあ私の子供はねまだ3歳ということでかなり小さいので、無料なのはね結構あるかなっていうふうに思うんですけども、今までですねハワイであったり日本国内のねマリオットホテルね滞在してきましたけども、朝食を含めでね、追加料金っていうのはかかったことがないっていう形になりますし、またね添い寝自体もですねかなりね無料でね利用できるホテルも多いということで、どこがね無料でどこが有料かっていうのはホテルによって利用条件ね変わってくるっていった形になりますんで、もしねお子様連れで利用される方はですね、ホテルに事前に添い寝条件ね確認していただいてですね、追加料金がかかるのかどうかっていうところはですね確認ねしていただければなと思います。こんな感じでですね今回の動画は終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ALA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。